政府系ファンドを日本でも導入するべきだっていう持論を展開されて、絶対できるんですね。シンガポール民営化だろうが10兆円ぶっ込んで、そして世界の成長モデル日本の金でインドでやろうと、カズさんおっしゃってるのやっぱりでもサウジですよ。サウジね、こんにちはカズです。こんにちはカズです。越境 3.0 早い早い早い。はいね、そうか、今日数々なんですよ。数々ですね、いやお久しぶりです。お久しぶりです。はい、皆さんも会いたかった、まあ、ご存知だと思うんですけれども、衆議院議員で元総務大臣の原口和弘議員です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さん、本当ご無沙汰します。ご無沙汰なんですよね。ご無沙汰だけど毎日越境 3.0 見てますからね。毎日見てます。元気出ますもん。ありがとうございます。いや、世界がわかりますから。昔ね、多分ね、15、6年前なんですけど、そうですね、日テレの太田総理、あそこで2回ほど爆笑問題、カズさんと、カズさんってややこしいですけど、数々ですね、あそこでご一緒させていただいて、で僕もツイッター毎日見てますけど、まあ、僕はね、今回話していただきたいのは、カズさんは、まあ、結構前々から政府系ファンドを日本でも導入するべきだっていう持論を展開されている、そうですね、総務大臣の時もそのプロジェクトを作りましたね。ですよね。で、それは、まあ、うちのチャンネルもそれをずっと言っていて、やっぱり中東の方をいろいろと見てる中で、まあ、あの辺っていうのはすごいやっぱ将来のもう本当それこそ100年後のね、この国家財政を担うためのその財力をつけていこうっていう考えで、もうずっとその石油によって儲けたお金をどんどん蓄積して増やしていこうっていう、まあ、そういう政府系ファンドやってるんですけど、それ日本にはないんですけど、絶対できるんですよ。日本は本当は年金基金、それからゆうちょ、官保、いくらでもあるんですよ、ね、で なんでやらないんですか、それを使って。だからその上に、まあ、よく DS、DS の許可が出ないからなんじゃないかぐらい思うんですよ。例えば今の政府系ファンドでいうと郵政、郵政だと僕が作ったモデルはテマセックって、テマセック、シンガポールの、シンガポールのテマセックホールディングス、ね、そうそう、テマセックモデルなんですよ。いわゆる政府系ファンドの中にシンガポールテレコムとかそんなのがぶら下がってるんですよ。郵政が、まあ、まさにグローバリスト DS によってぐちゃぐちゃにされるわけですよ、日本。でその時に、いや民営化っつったってシンガポール民営化だろうがと、リクワンユー先生のあのモデルにして、元は政府系ファンドにしてよそから食われないやつにしようっていうのが僕の発想だったんです。なるほどなるほど。前にね、僕シンガポール航空の支店長とお会いして話した時に、シンガポール航空は民営の企業だと、そうで上場もしているという話をしてたんですけど、それを実は束ねてるのはシンガポール政府のファンドなんだ。そう、政府のファンド、あそこ2つあって、それがテマセックホールディングス、テマセック、だからテマセックモデルって僕は言ったんです。テマセックモデルをアメリカでも何でも、まあ、日本にはいろんなイチャモンつけてくるけど、つけられないでしょと、シンガポールにイチャモンつけないんだから。いわゆるその基幹産業を全部束ねて、政府のホールディングにしちゃおうっていう考えがテマセックの考え方なんですね。あ、面白いでしょ。面白い面白い。カズさんがよく越境 3.0 でおっしゃってる MBS、すごいですよね。すごいですね。ね、サウジアラビアの皇太子様、でムハンマド・ビン・サルマン、そのサウジアラビアがやってる政府系ファンでも、ある意味、まあ、テマセックみたいな感じですよ。似てるんですよ。でしかもこれは中国とかと一緒にプロジェクトやるとか、ね、そうですね。ドバイもそうですね。そう、ドバイも結局そのドバイホールディングスっていう、もうドバイ政府の会社があって、そう、でその下にぶら下がってるのがエミレーツ航空とか、ジュメイラホテルとか、そうなんです。もう要はドバイの基幹産業がずらーっと並ぶわけですよ、そしてその強大な政府系ファンドのもとにいろんなところに競争に行くわけですよ。日本ってなんていうかな、エンジンなしに空飛べって言ってるようなもんなんです、まあ、そう考えたらなんか結構世界の政府系ファンドってそういうようなモデルが多いんじゃないですか、多いんですよ。だから今日本の、まあ、僕は国会議員だから、もう結局その増税増税増税、そう、国民から集めることしか考えてない、そう、増税の匂いしかしないですよ。そうで、それは自分たちの持ってる資産を過小評価してるからです。シンガポールなんか、僕の先生、李寛裕先生が昔言ってた、年金だけで一生のうち2回家を建ててあげるって、とできますもん。そうですね、あんだけパフォーマンス良ければ。テマセックの場合、なんかやっぱ他の湾岸産油国の政府系ファンドと違うのは、シンガポールもちろん石油取れないじゃないですか。取れない。なんか世の中の人がね、結構言ってるのが、サウジとか UAE は石油があるから、だから政府系ファンドとかやれるんだって言ってる人がいるんだけど、それは違うんだっていうのを、テマセックがすごい証明してくれてるし。だってシンガポールは
人口400万の都市国家だから。ね。石油もない。東京よりもちっちゃいんですよ。ちっちゃい。うん。だけど彼らにあるのは知恵とチャレンジがあるんですよ。でそのじゃあテマセックモデルを導入して日本も政府系ファンドをやっていこうと、うん、そのようなプランをね、うん、あのカズさん考えられたわけですけど法律まで作ったわけです作ったでそれをね日本がもしもやっていく上で、うん、その課題は何なんですか日本ができない理由とかもしあるんだったら課題はさっき申し上げた日本の上にもう一個の政府があるっていうのを感じましたねグローバリストグローバリスト、極左のグローバリスト、ディープステートです。ディープステート。だから、そいつをやっつけない限り、うん、なかなかできない。僕はカズさん、インドとやろうとしたわけです。あそれは安倍さんも、インドとのパートナーシップっていうんで、デリー・ムンバイに10兆円ぶっ込んで、うん、そこに大きな会合を作って、うん、そして世界の成長モデルを日本の金でインドでやろうと。そのお金を日本に戻そうと。インドと一緒にやるメリットっていうのはどういう？インドっていうのは人口がバンバン増えていくし、それから逆に言うとその、まあ、インド太平洋の子って言って中国がものすごくこう伸びて、うん、そう中国だけじゃなくて中国のテコになるようなそういう地域しかも、うん、あの算数が得意じゃないですか、うん、すごい IT とかそういうのも大学もものすごく良くて人材もいいから、うん、それでしかもあそこ財閥一番上がリライアンスタタバジャージ、はい、バジャージっていうのはガンジーを支えた人なんですよ、うん、ガンジーが大好きでそのガンジーハウスのすぐそばにリライアンスの会長のムケシュアンバーニの大豪邸そう大豪邸なんですよね、うん、あのギネス記録に載ってる世界一の高額なお家ということでそうそうそう確かにインドはね人口も多いし伸びてるしでさらに経済の伸びしろがやっぱり半端ないから半端じゃない確かにそういう国と一緒にタイアップして政府系ファンでやるっていうのは面白いかもしれないですね。で、まあ、カズさんおっしゃってるのもやっぱりでもサウジですよサウジサウジね、うん、サウジアラビアはこれから多分すごいことになるといやーすごいうちのチャンネルでも何度も言ってるんですけどすごい僕もあの昔国会で呼ばれてリヤドにいたんですよリヤドにいたら王様からジェットまで来いって言うんで、うん、ジェットまでどうやって来るんですかって言ったら飛行機出してくれ当時の最新鋭のそれ総務大臣されてた違う、それはもう平野議員でまだ野党で予算委員会からちょうど911あったじゃないですか、はい、あれの直前で僕らは中東もあったんですよアメリカはもう行くなとイラク空爆してるから、うんうんうん、だけど何言ってんだともともと親日の国だと中東もあるんだっつって言って、うん、リヤドにいたら王様からジェットまで来いと、うん、へえすごかったやっぱりアラブ圏は親日だなっていうのをカズさんも感じてらっしゃるむちゃくちゃ思うパレスチナ最大の難民キャンプってヨルダンにあるんですよね、うん、でここのバカーの難民キャンプの学校は全部日本なんですそれツイッターでなんかツイートされてましたよね、うん、あのパレスチナの子供と日本の和服着た子供が僕らが行くから それを作ったんじゃないんですよもう入り口に日本ありがとうって書いてあるんです、うんうん、もともと日本に対してこの尊敬とか感謝の気持ちを持ってむっちゃくちゃですねその親日なんですよ、うん、だそういう国と日本がもっともっとやっぱ僕は近づいた方がいいと思うんですよ絶対そうでそういう思いがあって越境 3.0 チャンネルで中東情勢を中心に流してるんですよね、うん、いいなイラクだってそうですよイラクも僕らサダム・フセインのイラクに行ったって言ったじゃないですか、うん、でも彼らは何て言ったかというと湾岸戦争が終わって3ヶ月でラマダンオフィスって言ってそこにもうヨーロッパの人たちとかビジネスで殺到したけど、うん、あなた方は10年後の今に来たんです、うん、サダムさんのですねあの宮殿とか全部日本製ですよあそうなんですかポットは象印、うん、エレベーターは三菱、うん、車はトヨタ、うん、全部日本本当こんなに日本なのに日本人が来たのは10年後ですって言って泣かれたあ同じようなことを僕もサダム・フセインの後のイラクで言われましたねあイラク人はみんな日本のこと尊敬してると、うん、日本人はピースソルジャーだと、うん、欧米人はファイトソルジャーだとそう日本人がやっぱりイラク戦争の後ね、うん、自衛隊が頑張って水とか食料とか医療とか、うん、ライフラインをつないでいたっていうのをほとんどのイラク人が日本に尊敬してるって尊敬してるちょうどあそこに僕の先生の末次一郎先生の絵がありますけど彼は青年海外協力隊を作った人なんです、うん、だからちょうど湾岸戦争の時にブーツオンザグランドとか言ってあの
超えたおじさんがいたけど、うん、日本人にね、お前らは血流さないと金だけ出すって言ったのがいたじゃないですか、アメリカに、うんうんうん、とんでもないって、うん、日本はこの青年海外協力隊で世界最大の貢献してるんです。そういうのを、まあ、カズさんがこの越境 3.0 でもいっぱい教えてくれるから、うん、いやもうどんどん伝えていきたいって思ってますし、うん、やっぱりその地域がねこれだけ日本人のこと尊敬してるっていうのもあるから、うん、やっぱり日本はあの中東アラブ圏と組んで政府系ファンドをやるとか、うん、あと、まあ、カズさんおっしゃったやっぱインドとまた組むっていうのもね、それもありだと思うんですけど、その政府系ファンドをねこれから日本でもどんどん積極的に活用していける方向にまたちょっとカズさん持ってってくださいよ。いや絶対これ法律ももう作ったし、あとはカズですね。国会でカズがあれば法律は通りますからね。やっぱりもう国民、これご覧の皆さんも増税増税嫌でしょ、もう雑巾絞るみたいに嫌でしょう、ね、今の総理大臣はもう増税しかアイデアがないです。ない、もうとにかく人見たら税金払う人だと思ってるから、うん、そんななんか暗くてこんなジメジメした、日本はね世界最大の債権国ですから、うん、どんだけ貸し込んでるんですかやっぱ、ね、うん、だからその国家がビジネスとか投資とかをやっていくっていうスタイルをこれから作っていきましょうよ。そう、ね、もともと日本はそれやってたんですよ昔。それを DS からやめろって言われてこんなになってるんですよ、うん、だから僕らがやるべきはこんななってるのをこうやって、うん、独立自尊で、うん、襟を正してね、襟を正して、うんうん、原口和さんのねツイッターの方でも、もうこのようなお話とか、まあ、ちょこちょこねツイートされてますし、和さんのお話とかもねいろんな方に知っていただきたいなっていう思いもあるんで、ぜひツイッターの方をフォローしていただけたらと思います。ありがとうございます。あの概要欄の方にリンク貼り付けておきますので、ぜひ原口和弘さんのツイッターフォローして、ご覧になってください。僕のツイッターの皆さんも絶対越境 3.0 ですよ。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。和さんのこれ毎日見ないと分かんないですよ、はい、絶対毎日です。毎日夜8時に更新してますんで、ぜひチェックしていただけたらと思います。一挙3点ゼロね。はい、ということで、このチャンネルでは世界の情報をたくさんお伝えしております。毎日夜8時に更新しています。世界の情報をもっと知りたいなと思った方はぜひチャンネル登録いただけると嬉しいです。本日も最後までご覧いただいてありがとうございました。ありがとうございました。せーの、 Here we go。世界とつながりたいあなた、待ってます。